生駒里奈2クール連続でキー局連ドラ出演主演、鞘師里保の先輩役、キャラクターたちをのびのび羽ばたかせたい。俳優の生駒里奈が、来年1月10日からスタートするテレビ東京系、水ドラ25、枠、推しを召し上がれ広報ガールのまろやかな日々。毎週水曜部下1時、2位の朝子役でレギュラー出演することが6日、発表された。同作は乳酸菌を推すオタク女子と乳酸菌との愛と友情の物語。ベストセラー商品の歴史を紐解き、今につなげていく新人、広報ガールの奮闘を書く。原作は、光悦ガールなど話題作品を手掛ける宮城綾子氏の、令和ブルガリアヨーグルト。2023年で発売50周年を迎える人気ベストセラー商品を題材に、企業へ取材協力のもと、執筆された小説をドラマ化した。日本テレビ系ドラマ、セクシー田中さんに続いて2クール連続でのキー局連ドラ作品への出演となる生駒。本作では新人広報ガール、友大志ゆず、鞘師里保を何かと気にかける後輩思いな広報部の先輩、飯野朝子を演じる。今回の出演にあたり、生駒は、私も日々、推しにパワーをいただき、癒されておりますが、台本を読んだ時に友大志さんの様子がとても微笑ましく、シンパシーを感じ、そんな主人公と共に作品を盛り上げたいなとワクワクしました。ファンタジー部分も多いので、演じる立場としてもアイデアを出しながら、キャラクターたちをのびのび羽ばたかせたいです、と心境を吐露。ドラマをご覧になっていただいた方々にクスッと笑えて、癒されて、ヨーグルトのいい菌をとって、体が健康になるような楽しい時間をお届けできるように頑張ります、と力強く語った。生駒演じる飯野朝子と同じ広報部の教育係、緑川逸美役には元宝塚歌劇団花組トップスターの明日美里央、そしてブルガリア菌、推しとなったゆずの元に現れ、晴れて社会人となったゆずの成長を見守る、我が輩、こと乳酸菌、ブルガリア菌2388株、役を橋本聡が演じる。